こんにちは。ご機嫌九星カウンセラーの和佐孝代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌九星を使ってみんなで幸せになりましょう。では、今回は2020年の間に豪土星さんにぜひやっておいていただきたいことを3つお伝えをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、最初に、前提なんですけれども、2020年中にとお話ししているのは九星気学上の1年で、考えていただきたいと思います。来年2021年の2月2日までにやっておいていただきたいことというふうに読み替えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ではまず、豪土星さんがどのような性質なのかということについておさらいをしていきたいと思います。豪土星さんは、1から9まである、星の中で、一番真ん中になるんですけれども、両極を持ち合わせるとても安定したエネルギーというふうに言われています。で、親分肌で割とこう人の、面倒を見たり情に厚いところがあるというふうに言われております。ですが、自分の意見というのがとってもはっきりしているので、周りの人にこうね合わせるとかいうのは少し苦手なタイプということができます。そして自分の意見を割とはっきりと、人の前で言ったりするんですよね。なので割と周りの人と、ちょっとこうぶつかるっていうこともあります。ですが、自分のペースというのがあるので、人にあまり乱されないということですね。とても現実的なところがあるので、すごく合理的なところがあります。だから割とねドライなところがありますね。独立心が旺盛で周りに合わせていくのが少し苦手という感じですね。で、そんな豪土星さんが今年、どういった位置にいるかというと、三碧木星さんの位置にいらっしゃいます。三碧木星の位置というのは、発芽というかね、もうこう芽が出てくるっていう年なんですよね。ですので、いろんなこうチャンスが巡ってきたり、いろんなアイデアが湧いてきたりする年と言われています。なので、仕事なんかでもスタートアップにもいいというふうに言われているんですけれども、今年コロナ禍にあって皆さんなかなかね、こう前に進みづらいっていう印象があったかもしれませんけれども、その中でもやっぱりチャンスをつかんでいく人っていうのはいるんですよね。で、特に今年なんかはこの三碧木星の位置っていうのは、雷という将位から、オンラインというのがすごくいいんですよね。だから私もオンラインに切り替えましたけれども、そんな風に、オンラインを使って、駆使していっていただければいいかなというふうに思います。この後ね3つやってほしいことにまとめていきたいと思います。では、豪土星さんがね、そんな、この三碧木星さんをね、うまく切り抜けるため、そして、来年に向けてねやり残しのないように今からお伝えするこの3つのことをねぜひやっていただきたいと思います。ではまず1つ目ですね、今年はスピードアップですね。何事もとにかくスピードアップです。いろいろねこう物事をこう考えている時間がもったいないっていうぐらい、何でもすぐ行動に移すというふうにしていただきたいと思います。パッてひらめいたって思ったらすぐ行動に移すっていうのが、チャンスをつかむということになります。で、そこでやっぱり行動力も伴っていただきたいですね。だから今年はもうほんとテンポよくスピードアップしていただきたいと思います。で、2つ目ですね、2つ目は、今先ほど言った、オンラインを駆使するっていうことなんですよね。雷という将位があるので、オンラインに載せる、電波に載せるっていうのがいいんですよね。なので、SNS を使うとかもそうですし、今だったら Zoom を使うとかね、そういうオンラインを使っていろいろ人とこうコミュニケーションを取るっていうのもいいんですよね。仕事にそうやってオンラインを使うっていうのもいいし、プラス、人との、実際今回会えなくなってると思うので、SNS とかを使って連絡を取り合うとかっていう風に、何かこうお手紙を書くのは本来だったら念が届くって思うかもしれないですけど、できたら今回は、全部オンラインとかメールとかメッセージとかっていうものを使っていただきたいと思います。そして、3つ目ですね。3つ目はね、すごくね
肝臓をいたわってほしいということなんですよね。で、何かこう行動するために決めるっていう行為って肝臓が弱ってるとできないんですよ。なのでスタートアップするためにも肝臓をちゃんとケアしてほしいんですね。肝臓っていうのはね、この右のあばらのね、このヘリの下の方にあるんですけれども、それこそね、ここを押さえてみて、指が入らないとかね、痛いとか硬いとかっていう人はもう相当悪いんですけれども、皆さんそんなことはないと思うんですよね。でも肝臓ケアするっていうのには、まずアルコールはちょっと控える、そして、添加物もぜひ控えてください。そして食べ過ぎにもご注意ください。そしてあともう一つは早く寝るです。夜ね、1時から3時の間っていうのは肝臓がゆっくり休めるように、よく活動できるようにしていただきたいですよね。だから早めにご飯を終える、そして早めに寝るで、例えばパソコンとかスマホとかってすごく目に刺激があるんですけれども、寝る前とかにね、それをやってると、すごく目に悪いんですね。で、目と肝臓っていうのはつながっているので、この目を酷使するっていうのはすごく良くないんですよね。だからできれば夜は早めにご飯を終えて、夜こうちょっとね、本当はね、ダウンライトとかね、間接照明とかにするとかして、あとは早めに、パソコンとか、スマホとかはね、終わらせるっていう風に、昼間の間に使って夜は早めに切り上げるっていう風にしていただいた方がいいと思います。一つ目が何でもスピードアップ、テンポアップですね。で、二つ目が、オンラインを使うこと。で、三つ目が、肝臓をいたわる。この三つを、心掛けていただいて、2月2日までね、それで走り抜いていただきたいと思います。で、今年やったことが、来年に、いろいろ発展して展開していくっていうことになるので、今年つまずいてゆっくりやってると、来年ね、せっかくのまたそのまま高運気が、上昇していく時なのに、せっかくの運気がね、うまく使えないっていうことになってしまいますので、今の間にぜひやっていただきたいと思います。はい、では、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回は六白金星さんの、やっておいてほしいことをお伝えしていきたいと思います。では、今日の動画が面白かったよという方、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではさようなら。